はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジー始めていきましょう。本日はまずランプとマザーをマジカルトールの後日談からですね。ナギです。4人家族の末っ子で、上にお兄ちゃん、兄貴がいます。ひとまず増殖して しまったという話です。ためにマジかよ。ちょっとちょもうおグズほらナギがまさか乱歩切れ？嘘。そうやな。まさか。確かにな。どうやらみたいだね。うせ。ナギです。4人家族の末っ子で、上にお兄ちゃん、兄貴がいます。トールです。ルンちゃんの1学年下です。誰、小学生かと思ったって言ったのは。ノビクエスト1回だけやってみよう。強化進化どっちも強い。超級やってないんですね。そういえば、まあ今はもう金の鍵もたくさんありますし、思いっきりやってみる価値はありますね。手並み拝見。どうだ。
生に入るわ。勉強で得た知識のすべてを今こそ。それ。お願い、間に合って。きっとさ。健康一滴。でしょうね。当然の結果。進化も行こう。まあまあいいか。よーし、行くぞー。出ましたね。悪さは許しませんよ。これを使えばいいんだよ。今は我慢の時だね。何するんですか。ここは任せてください。痛いですよ。避けるな。守りもしっかりしなきゃ。負けない。敵を知り己を知れば百戦危うからず。アフターヌーンティー了解した。まずは在庫を取り寄せ。必要なものが会社とリーセット。茶葉とケーキスタンドティー。お菓子とケーキ準備。あとは提供するだけ。これはどうしたものか。強い。きっと大丈夫。痛い。健康一滴。助けれない。頑張れみんな。これはプサッとしたら危うかも。私にどんと任せてよ。次も勝つ。デリニム。召喚ができる？4月4日までですからね。ランプの魔女マジカルトールンピックアップ召喚。開きますよ。ユノ。
誰だ？うん、だね。次回も頑張ります。残念な結果。またいつでも来てくださいね。さあ、鬼頭キミコが覚醒しました。ちょっとだけやりますかね、新章。第1部、輝かしい未来、導かなきし未来ですね。ソーター&シュガさて、2節ですね。
レシーブを倒す。そしてソラ様を救い出す。セサミ、さあ、七賢者セサミ、これ再生開示みたいなもんかな。またかつてはボスが強化されて、強化からで出てくるってことですね。土属性でいいのか。受けて立ちましょう。アリスクリスマスバージョン。今日はみんなでお出かけだね。せっかくです、楽しむとしましょう。強いですね。今は我慢の時だね。アシスタントの経験を生かします。回収一緒この程度ですか。計算通りみたい。次絞り尽くしてあげます。引っ付けろ。私食べてる。来年のクリスマスおいしくないので。この程度ですか。お腹がやっぱり強い。全てを解き放ちましょう。今は我慢の時だね。喧嘩はこの程度ですか。この程度。これは、さあ、これは全てを解き放ちましょう。お仕置きこの程度ですか。必殺のやり気。私たちで頑張ろう。せーの、行きます。勝ちますね。私がやらなきゃ。誰がやる。私は足が速いから。このような手もあるのか。ウィーム追撃。どんと行っちゃうよ。え、もう切れた。さあ、すべてを解き放ちましょう。それやりますね。全然しかない。守りもしっかりしなきゃ。侮らないでいただきましょう。こんなことでよければ。では全てを解き放ちましょう。え、何これ。あらら、こんなところ。私も遊びで済ませたかったんだけど。退屈させないと。こんなことでよければ。さあ、全てを解き放ちましょう。なんかこういい感じですよ。私の前に切れ切るといいでしょう。ちょっと、結構使った方がいい。せーの、行きます。使い回復。この程度です。なんかこういい感じに。これで白黒をつけます。こんなことでよければ。きっと大丈夫。この程度ですか。さあ、すべてを解き放ちましょう。お手並み拝見。これで決める。アフターヌーン。了解した。悪い子だれだ。一体守りもしっかりしなきゃ。守りましょう。
備えておくとしましょうか。この程度です。受け止められる。もう奥の手は隠しておくものです。ちょっと蓋がなくなってきた。負けませんよ。心配はいらないです。今は我慢の時だね。必殺の一撃。追い込んだ。地の交代。敵ですか。本気のコース、いきます。どうしよう。何もしてないけど、まあいいか。絞り尽くしてあげます。やりますね。健康一滴。やりました。こんなはずでは。みんなのおかげ。しかしなかなか強力ですね。物理が強い。トゥンク。はい、4節までやったとこで、今回終わりにしますかね。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。はい、というわけで、ここまでとしたいと思います。次回はおそらく新イベント、始まるはずです。その新イベントをプレイすることになると思いますので、応援よろしくお願いします。応援といえばチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。またですね、これまで遊んだ記録、プレイリストに載せております URL、説明欄に記載してます。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。